皆さんこんにちは。今日は通販サイトで気になったものをセレクトしてみたので、そちらを紹介したいと思います。それではスタート。はい、今回はピンコイという台湾発のグローバル通販サイトのアプリを使ってみました。台湾、香港、中国、タイ、日本などの世界中のユニークで可愛い雑貨や最新ファッションやコスメに出会うことができて、世界各国のデザインプロダクトをデザイナーやショップから直接ね購入することができます。で、会員数は全世界で500万人以上で、ショップは3万2000点以上で、世界中のアイテムが230万点超えだそうです。で、日本のカスタマーサービスもあるので、海外からのお買い物も安心して楽しめます。で、日本語訳機能もあるので、すごくね分かりやすいですね。で、アプリだとねこんな感じで、よりサクサク使えて探しやすいです。こんな感じで、で本当にたくさんいろんなものがありますよね。なんか個性的なものが結構あるので、人とあまり被らなそうですね。本当にたくさんあるし分かりやすい。で、今回は全部で9点選んでみました。では早速紹介していきたいと思います。もう本当にめちゃくちゃ気になるものが多すぎて選ぶの大変だったんですけど、絞って選んでみました。では紹介していきたいと思います。今回は雑貨とコスメとかね、スキンケア系を選んでみました。じゃあまずこちらから紹介しようかな。こちら、まず1個目はこちらのリトドルワークの刺繍イヤリング。中身はこんな感じです。で、こちらはねタッセルひまわりっていうものを選びました。めちゃめちゃ可愛くない？こう中にねひまわりがあるんだけど、これが刺繍なんですよね。すごい可愛い。で、ここがね厚みもあってね、すごいボリューミーで可愛い。夏にね本当に良さそうだったからこちらにしたんだけど、もう耳元が華やかになっていいですね。で、私はピアスが開いてないのでイヤリングにしました。はい、こんな感じです。めちゃめちゃ可愛い。すごい、なんか本当豪華な感じですね。おお、え、めっちゃ可愛くない？これはテンション上がるわ。じゃじゃーん、こんな感じです。いや、めっちゃ可愛い。やっぱりこういう風にね大ぶりだから、これはアップにしても可愛いよ。あ、いい感じ、めっちゃ。いや、最高、夏にぴったり。なんか今日はこういう刺繍がある洋服を着たんだけど、こういうのにもね合いますね。もちろんアップスタイルにも合うけど、こういう風に存在感があるので下ろしててもすごく可愛い。いや、めっちゃ嬉しいこれ。で、しかもね箱もしっかりしてるものなので、配送中に壊れちゃうとかそういう心配はなさそうですね。すごい、この箱もなんか取っておきたくなっちゃう。嬉しいこれ。夏いっぱい使おうと思います。そして次はこちら、パチョのタトゥーステッカー。こちらのフルーツのタトゥーステッカーを選んでみました。しっかりね色がついてるものとか、縁だけのものとかもあるので、ワンポイントで使えるかなと思ってこちらにしました。最近なんかね、こういうカラフルなタトゥーとかフルーツとかもなんか流行ったりとかしてるみたいなので、ちょっと気になってこちらを選んでみました。ちょっとこれつけてみようかな。私タトゥーシールってすごい好きなんですよね。何週間かで落ちるから、気分で変えられるじゃないですか。そうそう、だから結構好きでよく目に入っちゃいますね。中にはこんな感じでタトゥーシールとシールの貼り方が入ってます。じゃあどれ使ってみようかな。この縁だけのねイチゴが可愛いなって思うので、ちょっとこれを貼ってみようかな。そしたらまずはハサミでねこの絵柄を切ります。余白をつけて切ります。こんな感じで切ってみました。そしたら上のフィルムを剥がして、薄いフィルムがねありました。これをつけたい場所につけます。ちょっと分かりやすいとこで言うとどこだろう。この肘の上のところにしてみようかな。こんな感じでつけて、濡らしたティッシュで上から押さえて十分に濡らします。あ、取れた。おお、めっちゃかわいい。すごいかわいい。なんか今ね本当は
濡らして十分濡らしてこの髪をゆっくり剥がすっていう感じだったんだけど、あのしっかり濡らしすぎてこれがついてきちゃった。で最後軽く水気を取ります。うわー、めっちゃしっかりついてる。こんな感じでつきました。めちゃめちゃ可愛くない？カラフルなタトゥーってめっちゃ可愛いね。でやっぱりね、この縁だけのフルーツってワンポイントになって可愛い。こういうのでこういう風に遊べるっていうのはね、めちゃめちゃ嬉しい。いっぱい使いたいと思います、この夏。ここら辺とかね入れたいし、指とかにやっても可愛いよね。簡単で可愛いのでかなり気に入りました。これはテンション上がる。では次こちらです。こちらの2つがセットになっているもので、こちらがムーインのクリスタルアロマディフューザーになります。この箱の中には容器が入っていて、この中にこちらをね入れて使います。じゃじゃーん、こちらの天然石を使ったディフューザーになります。こちらエメラルドグリーンっていうカラーですね。でちょっと大きめの石になってます。めっちゃ綺麗。私こういう石とかカラーとかね大好きなんですよ。こんな感じ、うおー、めっちゃ綺麗。なんかね、ほんと天然だからいろんな色が混ざってて、ちょっとなんかねパープルっぽいところもありますね。でこれをこのブリキ缶に入れます。かわいい。結構たくさん入ってましたね。こんな感じ、すごくないですか？めっちゃ綺麗。なんか画面通すとちょっと紫っぽく見えるかもしれないんですけど、あの肉眼だとねしっかりエメラルドグリーンっていう感じです。でこれにアロマオイルを垂らしてディフューザーとして使うような感じですね。これをアロマコーナーに置いてディフューザーとして使ったりとか、インテリアとして使いたいなって思います。めちゃめちゃ可愛い。こういう天然石大好きなので嬉しい。はい、ということで雑貨はね以上になります。次はスキンケアとコスメを紹介していきたいと思います。じゃあまずね、スキンケアから紹介しようかな。スキンケアはこちらです。ドクターウーを選んでみました。はい、こちらの3点です。まずこちらがドクターウーのカプセルマスクブライトニングビタミン C。 はい、こちらはパックですね。これからの時期にこうビタミン C はいいかなと思ってこちらにしてみました。こんな感じでこちらがね3枚入ってますね。ドクターウーはちゃんと使うのは初めてなんですけど、パックがねなんかすごいしっかりたっぷり入ってるような感じで、あの 24mm 入ってるみたいですね。美容液がたっぷり入ってる感があります。でこちらは高級コットン繊維のみを使用していて、お肌に負担をかけないシルクのような滑らかさのシートマスクだそうです。くすみに悩んでる方やお肌をトーンアップしたい方におすすめのシートマスクだそうです。ちょっと日焼けしたなとかそういう日にね使いたいなと思って選んでみました。これすごい使うの楽しみで、次こちらドクターウーのエイジバーサルリペアオイルセラム。こちら美容オイルになります。これは一番小さいサイズなんですけど、こんな感じ 5mm 入っていて結構小さめだけどしっかりね使えそうですね。でマカダミアシードオイルとかアルガンオイル、ホホバオイルなどの数種類のオイルや植物由来の成分を多数配合した特別な美容オイルだそうです。なんかサラサラな感じなのでメイク前とかにもいいみたいですね。あ、すごいいい香り。ゼラニウムをはじめとした繊維を数種類配合してるみたいです。すっごいいい香りがします。大好きこういう香り。これちょっと出してみますね。こんな感じですね。あ、すごい伸びがいい。あれやっぱりねサラサラというか軽い感じのオイルですね。確かにこれはあのメイク前とかにすごい使いやすいと思う。なんか夜とかでもあのベタベタするのが苦手な方とかにすごいいいかな。あ、すごい馴染みやすい。夏でも使いやすいオイルだと思う。そして香りもめちゃめちゃいいわ。これもすごい楽しみ。使ってみるのがやっぱりまだねちょっとこういうところとか乾燥しやすいんですよ私。なのであのこういうのをね夜に仕込んだりとかメイク前とかにね仕込んだりとかするといいかもしれない。これもまたねちょっと夜使ってみたいと思います。でドクターウーの最後はこちらです。こちらはね日焼け止めになります。サンスクリーンプラスモイスト色なしタイプになります。で SPF50+ の PS3+ になります。で私色なしにしたんだけど色付きもあってこう下地とかにもね使いやすいようになってるみたいですね。
あ、結構柔らかい。すごい伸びがめちゃくちゃいい。乳液みたい。めちゃめちゃみずみずしいです。これね、色なしの方だからこういう風に体に使ってもすごいいいと思う。伸ばしやすい。で、これも香りがめちゃめちゃいいラベンダーとかゼラニウムとかティートリーとかを組み合わせて配合してるみたいですね。すごいいい香りで、しっかり保湿される。これめちゃくちゃいい。乾燥しにくそう。スキンケア感覚で使えそうな感じですね。まあ、でも体につけるとちょっとペタッとする感じはあるから、首とかはいいかもしれないけど、全身に使うのはあれかもしれないですね。こういうとこがね、乾燥してたらねすごいいいんだけどまあでも不快感は全くないです。めちゃくちゃ楽しみです。そして最後はじゃじゃーん、コスメ、こちらです。リボービューティーのアイシャドウパレットとコンシーラーパレットを選んでみました。台湾コスメなんだけど、台湾コスメの種類をあんまり知らないので、新しいのをチャレンジできてめちゃくちゃ嬉しいです。コンシーラーパレットから開けてみたいと思います。箱もね、かっこいいですよね。あ、めっちゃかっこいいパッケージこんな感じで、すごく大人っぽいです。はい、中身はこんな感じです。ベージュ系が3種類とカラーが3種類入ってます。で、鏡もついてます。ちょっとここら辺撮ってみます。あ、すごい柔らかい、クリーミー、めっちゃ良さそう。え、びっくりなんだけど、塗って伸ばすとめっちゃサラサラになる。結構衝撃なぐらいサラサラで、綺麗に隠せてますよね。え、これパウダーいらないぐらいサラサラ。普段のメイクにもいいけど、お直しとかにねちゃちゃっとやるのすごいいいと思う。パープルも出してみます。こんな感じ、すごいツヤがねありますね。これはツヤ肌にもしてくれるし、ほんのりっていう感じなので使いやすそうですね。これすごいいいかも。ちょっとメイク動画でね使ってみたいと思います。では次、アイシャドウパレット、これね、めちゃめちゃ楽しみだったんですよね。こちらもこんな感じですね。同じパッケージです。まずこちらが、パーフェクトアイシャドウのシシリアンアンバー。で、こちらのパレットが、ラグナアゲイト。ピンク系とオレンジっぽいような感じのパレットですね。で、こっちの方がちょっとラメが強い感じがしますね。めっちゃ可愛くない？台湾コスメってこんなに可愛いんだね。で、ちょっと気になるカラーをね手に出してみたいと思います。こっちも上の段は結構ラメが強い感じがあるので、この上の段とか出してみようかな。粉質もめちゃめちゃいい。すごいしっとりしてる感じがしますね。はい、上の段をねこんな感じで出してみました。発色いいですね。めちゃくちゃ綺麗です。で、しっかりね、ラメ感もあってキラキラになります。両サイドの方がキラキラ感が強くて、こっちがちょっと落ち着いた感じですね。こういうラメとかはポイントでもね使いやすいですよね。ここがちょっとゴールドっぽい感じもあるんですけど、オレンジっぽさもあるし、ピンクのラメも入ってるような感じなので、日常使いめっちゃしやすいと思います。やっぱこういう並びってね私好きなので、めっちゃテンション上がるちょっと赤みの強いピンク系とゴールド系が入ってるパレットってめっちゃ好きなので、これすごい好き。で、マットも入ってるから、普段メイクも華やかメイクにもね向いてると思います。では次、こっち、私こっちねめっちゃ気になってたんですよ。もうここのラメがねすごい気になってて、もう見た目でもすごい綺麗ですよね。キラキラなんですよ。なのでちょっとここの3つを出してみたいと思います。はい、こんな感じで出してみました。こちらも見たまま発色っていう感じがします。で、やっぱりこっちの方がラメが大きい感じがしますね。特にここがねすごいキラキラのラメかなって思います。こっちはブラウンベースにシルバーとかゴールドのラメがたっぷり入ってるので、こうより華やかになるような感じですね。かっこかわいい感じになれそう。いや、これも好きだわやばい、両方かわいい、両方好き。こっちの方がちょっとなんか大人っぽい感じもするかなって思いました。色合いがちょっと落ち着いてる感じもあるので、大人っぽいメイクができるかなって思うんだけど、ラメも大きいからキラキラで華やかにもしてくれるかなって思います。これね本当にすごい気に入りました。本当粉質もめちゃくちゃいいし、絶対使いやすい。これかなりテンション上がってます
この3つのコスメは今度メイク動画で使っていこうと思います。はい、ということで今回はピンコイのアプリを使ってみました。どれも個性的でおしゃれですごく気に入りました。で、私好みのものもね見つけられたのですごく良かったです。で、台湾コスメもねあまり見たことなかったのでたくさん試せてねめちゃくちゃ良かったです。日本の店頭になかなかないものがたくさん揃っているのがいいですよね。で、今回は特別にクーポンを発行していただきました。クーポンコードアットマークよりかと入力していただくと 10% オフになるそうです。で、先着100名様限定で最大500円オフになるそうなので気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。で、今回私が選んだものは海外からの個人輸入品なのでサイトをよく見て検討してみてください。ヘルプページもね参考になります。で、本当にジャンルもね豊富だしいろんなものがあるからねずっと見てられます。本当選ぶのが大変なぐらいたくさんあります。見てて飽きないですね。ちょっといつもと違うようなものが欲しい方にねすごくおすすめです。ぜひチェックしてみてください。ということで今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。